三能連合会もお前と一緒だ。クリュー潰そうぜ。久しぶりじゃねえか。相変わらずだな。名字で呼ぶのはてめえだけだ。てめえらの三能と同じか。俺たちは女を守るためにクリを潰す、それだけだ。おい、お前ら勉強どうした？そうなんですよ、うちらバカだからさ。あんまり良くない就職先は先輩が潰しておかないと。おい、お前らわざとか。スオードン祭りはダルマ通せっつってんだろ。どうやら全員気持ちは同じみてえだな。公害の件はお前らも知ってんのか。さっき聞いちまった。俺たちの手で公害の隠蔽を暴けばクリューを潰せる。そのためには薬品工場の責任者の証言と証拠、公害の被害者、この3つが必要だ。それでソードの町は守れんだよな。ああ、まずは薬品工場の責任者のとこ。こいつは証拠も握ってるらしい。こいつさえ抑えれば3つのうちの証言と証拠2つが揃う。居場所は？居場所は俺たちが知ってる。あとは被害者だ。スモーキーはもういない。スモーキーは公害の被害者だったのか。心当たりがある。ヘリ、塚本さんのラルと一緒に被害者を連れてきてくれ。俺とルートと雨宮で責任者だ。おい、俺らどうすりゃいい？邪魔するやつは蹴散らせ。